餃子です。ナイス。よしよし。と。ってことで、今日は久しぶりだね。久しぶりですよ。絶品グルメ行ってこう。行きます？今日はね、はい、野村にちなんで。ほう。どこだ？これちょっと慣れないの。これどこ？これ慣れないの？これ。どこ？ちょっとちょっと。え？見えてる見えてる。これ？これこれこれ。ああこれね。これですよ。はい。野村勇気の BBQ バーグピザ500円、ポテトとドリンク50円ぐらいです。めちゃくちゃいいいいね、はい、これがどこにあるの？これここです。西コンコースピザーラエクスプレス橋壁作りです。じゃあ今日暑いからさ、はい、歩くの辛いからワープしていこう。それに限る。そうだね、うん、よし、じゃあいつも通りにジャンプしてワープしていきたい、はい、もう今日全然言ってない全然言ってない。いくよ、はい、せーの。さあ、はい、北コンコースからさ西に行くまでに結構ね、結構長いんですよね。長いしさ、はい、で北コンコースって混むじゃん。うん、めっちゃ混みます、うん、だからね、なかなかね、試合開始直前ってね大変なのよね。そうなんですよ、試合開始に間に合わないことよくありますから。あるある、早めにね、はい、来ないと。その通りです。見えたピザーラ、やっとたどり着きましたね。はい、まあただ野村勇気の BBQ ピザ売ってるかどうかわかんないけどね。そうですね、はい、よしよし、ワープでもうあっという間、ほんとすぐですね、ね、ワープ使えば余裕よ。はい、そしたらピザーラ着いたんで、いいですね、買ってこう。はい、よっしゃ。チャンネル登録よろしく。おはようございます。野村勇気の BBQ バーグピザ一つください。単品とセットありますけど、どっちにします？セットでお願いします。セットで、はい、セットでよろしいですか？はい、はい、790円です。はい、セットです。飲み物って飲み物って何か決まってるんですか？あ、飲み物どうしますか？コーラ。コーラで、はい、1050円。この時ピザのセットです。はい、やりました。セット買ってやりましたよ。よっしゃ。やってやりました。売り切れてなくてよかったね、野村。本当にギリギリでしたね。うん、呼び捨て野村、はい、うん、ジェームス、あ、ジェームスもね、勇気、いや本当にジェームス、すっげーバラバラ、野村、ジェームスピザ、ジェームスピザってなんかドミノピザみたいになってるけど、やったぜ、大丈夫、じゃあ食べてみましょうか、行きましょう、はいはい、はい、はい、それではご紹介をお願いいたします、はい、じゃあ野村勇気選手の絶品グルメって書いてある、来た、はい。なんとかピザ、なんとかピザ、なんとかピザ、開けてみましょうか。ピザーラの、ピザーラの、野村勇気の、うん、BBQ バーグピザ、それだ、単品500円の、はい、ポテトとドリンクセットで1050円。お得だよね、かなりお得です、はい、さて、おわ、めちゃくちゃうまそう。これ何に書いてんだろうね。何かしらの肉ですよね、うん、これは。そうだね、何かしらの肉だよね、はい、あ、トマトとかも入ってて、あ、とっても美味しそう。さあ、じゃあ早速、はい、口の中に放り込んで、はい、噛み砕いて
胃の中にぶち込んでください。そうだね、それを食べるっていうんだよね、うん、あー、なるほど。いただきます。はい、いただきます。それを人を食べるという、うん、どう？ピザ通としては、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今日の勝利はね、まあ、全員でもぎ取ったものですし、まあ、何よりファンの皆様の